はいどうも、トゥクチュードレンのつくもです。ということで、ハクチュームの青写真パート76、続きからやっていきたいと思います。お邪魔します。うん、へえ、綺麗、天井も高い、いいですね。一軒家も開放感があって。まあ、あてがってくれ、上がってくれ、庶民の家だ。はい。キッチンいいですか？あ、もちろん。食器とかあるもの使っていい？私はうなずく。好きに使っていい。どうせ処分するものだ。わかりました。食卓に座って、私は凛の姿をぼんやりと眺めた。まさかこのキッチンで凛の料理している姿を眺めることになるとは夢にも思っていなかった。凛が私の姿勢に気づく。何見てるの？いや、なんか不思議な気分だよ。私の暮らしてきた家で凛が料理している。そうだよ。それも先生の半分の長さも生きていない女の子が先生に喜んでもらいたい一心でけなげに料理してるんだよ。幸せでしょ？というか、もはや司法機関が動き出しそうだな。夜は長いよ、先生。食卓に凛の作った料理が並んだ。お米は買っても使い切れないから麺にした。鮭とキノコが入ったクリームパスタとサラダ、それに透き通ったスープ、美味しそうだ。片手で食べられないけど。一緒に食べる相手がいるときは本を読まない。それはよかった。食べていいかな？もちろん。いただきます。私はフォークに巻きつけたパスタを口に運んだ。凛の料理の腕はどんどん上がっていた。私はそれをそのまま言葉にした。先生が食べてくれるから。一人の時はこんなにちゃんと作ってなかった。私もだ。一人の時はいつも適当に食事を済ませていた。凛と住むようになってからだよ、食事が楽しみになったのは。凛が微笑む。先生の思い描いていた食事の時間になってる？この家を買った時に思い描いた幸せな生活。あ、思い描いた以上だよ。料理も美味しいし、何より相手が凛になった。この家を買った時の期待をはるかに超えているよ。まだまだ。ご飯を食べ終わったら一緒にお風呂に入って。私は太ももの内側に異物感を覚えた。凛のつま先が私の下腹部に向かって伸びてきていた。その後、先生と元奥さんの寝室で思いっきりセックスするの。濡れた体も拭かないでベッドに倒れ込んでそのまましちゃうの。凛のつま先がゆっくりうごめく。私は生唾を飲み込んだ。私、元奥さんの何倍も先生を気持ちよくしてあげるし、元奥さんの何倍も大きな声で感じてあげる。この綺麗なお家を買った時に思い描いた先生の理想を私が全部叶えてあげる。面白そうでしょ？私の股間をまさぐっていた凛の足が離れていく。凛が妖艶な微笑みを浮かべたままパスタを口に運んだ。食事を終えた私たちは一緒に洗い物をして食器と調理器具を元に戻した。凛。ん？凛が小首をかしげて私を見上げる。君が私の夢を叶えてくれるというなら、もう一つ夜の予定に追加してもいいかな。凛の顔にいたずらっぽい笑みが浮かぶ。いいよ。何したいの？私はキッチンからリビングの方に顔を向けてから凛を見下ろした。一緒に描きたいんだ。凛が目を丸くする。好きな相手と自宅でそんな時間を過ごすのが夢だった。凛が微笑み、うなずく。いいよ、もちろん。ありがとう。私は2階の自室から原稿用紙と筆記用具を持ってきた。凛がコーヒーを入れてくれて、私たちはまた向かい合って座った。何かテーマを決めて短いものを書こう。原稿用紙5枚とか。凛がうなずく。面白そう。
読む人のことさえ意識しなくていい。気軽に書く練習だ。うん、書けそうか。やってみる。私はうなずきを返し、凛の入れてくれたコーヒーを一口飲んでからペンを手に取った。しばらくの間、凛は肘をついて物思いにふけっていたが、そのうちそのペンが走り出した。目線だけを凛の方に向ける。凛はもう10枚に届きそうなほどのものを書いている。どうやら何かを掴んだようだ。私は凛に気づかれないように笑みを浮かべ、自分の原稿用紙に付箋を戻した。ふぅ。書けたか。凛は充実感の、含んだため息をつきながら私にうなずいた。私も凛に微笑みを返した。短いけど初めて書けた。何を書いたんだ。凛が意味深な微笑みを浮かべたまま私を見つめる。読みたい。ぜひ。甘めの評価にしてくれる。凛が私にくれた意見を基準にする。心折れるじゃん。冗談だ。分かった。そもそもそういう思考じゃない。凛の書いたものが読みたいんだ。読ませてくれ。うん。凛はおずおずと原稿用紙を差し出した。先生のも。もちろん。私は凛に自分の原稿用紙を差し出した。なんか楽しいね、こういうの。私はうなずいてから凛の原稿を読み始めた。凛の書いた物語は、地上の世界を知らない少年と少女が一匹の蝶と出会い、その鳥の姿から地上に思いを馳せるというものだった。不思議な話というのが最初の印象だった。だが妙にその話に心惹かれる自分がいた。私もこの話を知っている気がする。青い鳥との構造的な類比ではなく、凛の思い描いた風景を知っているような錯覚にとらわれた。それだけ凛の風景描写が真に迫っているからかもしれない。最後に鳥は死んでしまい、二人はささやかなお墓を作るところで物語は終わる。私は凛の部屋にあった空っぽの鳥かごを思い出した。凛も自分の原体験からこの話を書いたのかもしれない。読んだ？凛の声がして私は顔を上げた。うん、不思議な世界の不思議な話だ。うん。なのに情景がありありと浮かぶ。まるで自分もこの景色を知っているような錯覚にとらわれて。私はこの話がとても好きだ。凛が爛々と目を輝かせた。凛は本当に小説を書くのは初めてなのか。それっぽいものを書こうとしたことは前に何度か。だろうね。凛が顔を上げる。書き慣れている感じがする。それに端的に言って、凛には才能がある。夏休みの最後がますます楽しみになった。そう言うと凛は安堵の笑みを浮かべた。お世辞ではなかった。本当に凛の文章にはそこに何かしらの真実味があり、続きを読ませる力もあった。理屈ではない、まさに才能だ。その読後感は、あのゼミの文章にあった周邦の小説を読んだ時の感覚に少し似ている。若い頃の私なら打ちのめされていたかもしれない。よかった。安心して書いていいと思うよ。凛のようなタイプが最初に陥るのは、自分の文章を必要以上に過小評価することだ。それがすごく多い。凛は自分の文章を信じてもいいと思う。文章って相性があるでしょ。そうだな。上手い下手よりも私の書いたものを先生が好きと言ってくれたのが嬉しい。私はうなずく。先生の話も面白かったよ。これってこの家の話？そうだ。私、夢のマイホームを手に入れた普通の男がここで普通に幸せになっている。だが次第に職場でもっといい住まいを手に入れた同僚が現れ、自分の妻よりも若い嫁をもらった同僚が現れ、自分の思い描いた理想が相対的に小さくなっていき、ある日届いた分譲マンションのチラシに目を奪われる。そういう世の断りを皮肉ったシュールな話だ。先生ってやっぱどこかシニカルですよね。まあこれだけ日陰を歩いていればシニカルにもなる。でもそれ持ち味だね。私この家からこんな皮肉思いつかないもん。技量の狭さも能力のうちだ。そういうもので戦うしかないのさ。でも先生は今日この家を買った時の理想を遥かに超える夜を過ごすんだよ。それなのに
まだ世の中にこんな皮肉言っちゃうの？確かに、リンはそう言ってクスクスと笑った。私が相手じゃすぐにもっといい相手が欲しくなる？それはない。それならよかった。結局私がタジタジになる形になっていた。最近はリンに会話の主導権を握られることが多い。でもまあ、リンが何か各糸口をつかめたのならよかったじゃないか。中編も書けそうか。うん、自分の中にまだ書いてみたいものはあるかも。何より今日は書いてて楽しかった。私もだ。リンの穏やかな微笑みが唐突に消えた。その視線は私の奥の何かに釘付けになって、私はリンの視線を追いかけた。リンの視線の先にいつかリンに渡そうとしたあのアルバムがあった。私はリンの表情を盗み見た。もしかしたらリンの脳裏には今若かった私と妻の写真が浮かんでいるのかもしれない。私は黙ったまま無表情のリンを見つめた。リンは私に微笑みかけてから立ち上がり、赤い瞳を揺らめかせた。先生、やっぱりシャワーは後にしよう。あと行こう、寝室。先生と元奥さんの我慢できなくなってきちゃった。ここがそうなんだね。あ、かつて私と翔子の寝室だった場所、最後は翔子の部屋になり、今は誰の部屋でもなくなった。だがまだ翔子の私物は残っている。残り香のように置き去りにされたその私物を私はぼんやりと眺めた。ここで元奥さんとした？してたんだよね、昔は。あ、まあ。リンの声がかすかに低くなった。混沌とした嫉妬、翔子の痕跡が多く残るこの部屋を通じてリンはきっと私と元妻を覗いている。台所にもよっぽど生々しさが残るこの部屋だ。ねえ先生、何してほしい？何でもしてあげるよ。先生のしてほしいこと、口でも手でも足でも、私の体のどの部分でも絶対先生を気持ちよくしてあげる。どこがいい？何してほしい？言ってごらんよ先生。口でそう言うとリンは薄い微笑みを浮かべた。いいよ、じゃあそこに座って先生。リンは私をベッドに座らせ、私の足の間にひざまつき、上半身をあらわにさせた。はい、ということで今回はね、以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。